小平町中心部周辺の空中写真。1977年撮影の4枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。小平町は北海道西海岸の町、ルモイ郡に属する。町名の語源はアイヌ語のオピラシペツオーピラアスペットで町の中央を流れる小平しべ川の名に由来する。 小平市部川上中流域は、白秋の化石の産地である。夏は、薄谷、鬼鹿など海水浴客で賑わう。かつては、ルモイ丹田を抱える山丹地であって、1947年頃には、その最盛期を迎えた。鉄路もルモイ本線ルモイ駅から、ハボロ線、手塩大鼓鉄道、タップ森林鉄道などが伸びていて昭和40年代までは、活況を呈していたが、 平山後に衰退。1956年に鬼鹿村を併合した時、の人口は3万人、近かったが、現在は3000人弱となっている。ルモイ管内中部、日本海側沿岸に位置。2015年国勢調査によれば、以下の集落は、調査時点で人口0人の消滅集落となっている。日本海沿いに位置していることもあり、8月から1月に、 かけての降水量が多くなっている。内陸寄りに位置する立ち布では気温の変動が大きく、フェーン現象が発生すると周囲よりも気温が上がりやすい。2021年8月7日には38.7度を観測しており、これは8月における道内の観測史上最高気温である。主要産業は沿岸漁業、農業、農作物は米のほか ジャガイモやピーマン、トウモロコシなどの各種野菜が取れる。米は全国食味コンクールでグランプリを獲得したことがある。また、アイボリーメロンは北海道では小平町のみで生産されている希少品種である。近年ではトルコョウなどの牡蠣も小平の冷量な気候により積極的に栽培されてきているた、黒毛和牛なども出荷している。 海産物では、ホタテの養殖をはじめ、全国の生産地へ内外を出荷している。また、水だこも水揚げされており、2017年には、タコバコ漁オーナーが、約10年ぶりに復活した。夏の短い期間は、ウニやナマコ、冬には、銀卵草やカジコも取れる。かつて存在した港内掘り炭鉱はすべて閉山し、今は、露天掘りの炭鉱が一箇所のみ存在する。 商業施設として、農協直営のスーパーマーケット、A コープ小平店が存在したが、2018年6月、売上げの減少等を理由に閉店している。かつては町内をいくつかの路線が通っていたが、現在はすべて廃止されている。現在、鉄道を利用する場合の最寄り駅は、JR 北海道ルモイ本線ルモイ駅。ありがとうございます。